はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日はですね、これ生ビールですね。モルツの、ザ・モルツの、麦香る 3.5% です。アルコール度数が 3.5% と低めの、限定醸造。粒入りバッグが 100%、天然水醸造、原材料が麦芽とホップ、となってます。新発売。じゃあ、新発売じゃない、限定醸造か。これ、何なんでしょうかね。アルコール度数、低アルコール度数の生ビールというのはかなり珍しいですけど、高アルコールのやつは、まあ、そこそこ見るんですが、低アルコールの、ね、というのはなかなか珍しい。今日食べるのはつまみ、これ。これ、タラの刺身。いただきます。うん。完璧。ああ、久々に生ビール飲んだな。軽いですね。なんだろう、この、なんか第三のビールっぽい味。なんだろう、コクもないし、香りもないし。うわ、これはなんか第三のビールかって間違えられるんじゃない？これ。コクもなければ香りもない。で、なおかつ、口当たりは、荒々しいという。まずい！これは一言に。これまずいですね。これで生ビールって言うんだから驚きだよね。これは、第三のビールみたいな生ビールの味ですね、これ。麦香るって書いてあるけど、別に香ってないんだよな。あ、コンビニエンスストア限定って書いてあるわ。これ普通のザ・モルツの方が数倍美味しいですね。コンビニエンスストア限定発売。丁寧に引き出した旨味とふくよかで心地よい香り。2月の13日発売。心地よく楽しめるアルコール度数 3.5% の新しい味わい。厳選素材とこだわりの製法。
薄い。味が第3のビールとそっくりの薄さ。うん。よくこんなの発売したなっていうレベル。これは久々に、あれですね。これ第3のビールって言われても多分、普通に、謙遜なく飲めるぞ、これ。ああ、第3のビールだわって。これ多分、第3のビールですって言われて出されたら、ああ、本当だ、第3のビールだわ、これって。言って飲むと思う。そんぐらいのまずさ。これすごいですね。昨今、第3のビールでも、生ビールに近い味わいのうまいやつが出てるのにもかかわらず、逆を行く、恐ろしいサントリー。そこの逆を行くという。何を考えているのか、さっぱりわかりません。これ買う価値ゼロでしょうな。うん。これ多分、金麦の方がうまいよ。下手したら金麦の方がうまいと思う、これ。うん。恐ろしい。何を考えて出したんだ、これ。この薄さ。この薄さと、なんだ、軽さと。そして香りのなさ。すごい。すっごいトゲがある、これ。あ、辛い。これはすごい。コクのなさと、香りのなさ。抜群ですね、これ。うん。ダメだ、これ。お話にならない。ゴミ商品。1222です。ご視聴ありがとうございました。